8番の柔ら、演技者は大畑ご登になります。柔らは一般的に言う柔術になります。今で言うと柔道とか合気道の原型という形になります。戦国時代以降のものですから、やはり甲冑と着ていることもありまして、逆技が多いのが特徴になっているかなと思います。あとこの柔らの要素は先ほどの5番の反応であったりとか剣術の中にも含まれていますので、表裏一体というような形になると思います。